ツイッター界隈でまたベンチプレスの話題が盛り上がっていました。ベンチプレスは可動域ゲーム、ベンチプレス競技において高重量を扱うことに全く価値はない。誰かを落として自分を上げたり、他競技をね下げすまして、自分のやっている競技のことを上げたりと、あと他人のトレーニングの仕方を否定して自分のやり方が正しいというふうに突き出したりと、いろんな構想が一気にツイッター上で展開されています。ベンチプレスで自己ベストを出しても体重が増えただけで価値がないだとか、どうのこうのとかね。早速今回の動画のまとめをしてしまうと、重量を上げるのがかっこいいとか、見た目が絞れているのがかっこいいとか、価値観っていうのは人それぞれであって、それぞれの土俵でルールにのっとって各々頑張ればいいじゃん。人がかっこいいと感じる価値観はそれぞれなのだが、他人のかっこよさにケチをつける人間にかっこいいやつはいない。パワーリフターがボディービルダー相手に重量でマウントを取ったり、ボディービルダーがパワーリフターの相手に対して筋肉量や体脂肪率でマウント取るのも全然違います。同じバーベルが関係しているので、似たもの扱いされがちなんですが、そもそも全く違う別競技です。以上終了で済んでしまう話なんですけど、イーロン・マスクも X は対戦型ソーシャルメディアだって言ってるので、こういう言い争いが起きてなんぼかなって思う部分もあるのですが、ぶっちゃけ筋トレなんて好きなように楽しんで鍛えればそれでいいじゃないのって感じです。僕が関心なさすぎなんでしょうか。皆さんは今回の言い争いどういう風に思いますかね。ツイッターやってる人なら、この話題耳にした人、目にした人多いのではないでしょうか。僕の場合はボディービルダーであり、ボディービルコンテストなので、ステージでポーズを取った時によく見えればそれでよくって、ネット上でねよく墓はベンチプレスが弱いだの、誰々と比べてどうだの、めちゃくちゃ蔑まれされてるんですけど、そんなこと言われても困るんでやめてください。誠に遺憾です。先週行われた神奈川県パワーリフティング選手権での僕のベンチプレスの記録もネット上で取り上げられていましたけど、僕はそのコンテストコンディションで、ベンチがだいたい公式で130キロぐらいです。ブリッジは、ほぼ組めてなくって、腕を広げた時のリーチが2メーターぐらいあります。階級で93キロ級に出たんですが、階級的にはね、言うと、全然大したことないんですけど、ボディービルのね、ステージに立った時に、隣にベンチが180キロ上げる人、200キロ上げる人とかね、いろんな人はちょっと、並んできましたが、そういう方々と並んで、胸のサイズがね、大人と子供ぐらいのサイズ差があるのか、言われると、そうでもない気もしています。僕腕めちゃくちゃ長いんですよ。で、腕が長ければそれだけ1回あたりの運動量、可動域が全然変わってくるし、重量扱えなくても、扱うのが苦手でも、胸には重量以上の負荷が乗って、重量以上にその見た目もね反映されます。僕はパワーリフターじゃないしっていうのはもう何年もずっと言ってるんですけど、パワーリフティングの大会に出てるので、重量を重視されて誰かと比べられて優越つけられるっていうのは仕方ないんですが、ネット上とかでね、誰かを蔑まして、僕を蔑まして何かを言うっていうのは、やめましょうよっていうことです。身長が高い、身長低い、体重が重い、体重が軽い、腕が長い、腕が短いと、そんなね細かいことは気にしないで、みんな各々ね、昨日の自分よりも強くなればいいじゃんと、強くなれるように頑張ればいいじゃんと、そういうふうに僕は思ってしまいます。それ以上でもそれ以下でもないんです。今回の言い争いも筋トレ界隈の汚いところがめちゃくちゃ現れているなというか、筋トレでメンタルは鍛えられないということを体現してしまっている人がね、大量に表に出てきてしまっているなと思いました。筋トレでメンタルを鍛えることはできない、これも僕何年も言っているんですが、今回も
めちゃくちゃそんな感じですね。重量を上げるためにだるまみたいな体型になって、超絶ブリッジ組んで可動域は10センチ、脱いだらデブおじさんで健康的じゃなくって、ファッションも楽しめないから全く憧れないなーみたいな投稿もね、ツイッターで流れてきましたけど、よくもまあそんなに攻撃的に批判できるなと、ちょっと気になったんでその人のアカウントを飛んでみたんですが、ボディービルダーでもなく趣味で体を鍛えているトレーニーの方かなって思ったんですが、個人の感想なので気にしないでくださいって、まあ、コメント欄に書きまくっていたんですけど、個人の感想と言っておけば、まあ、それでいいのかなって。その方はファッションやモテるために筋トレをたしなまれているみたいなんですが、人を下げて自分を上げると、うちに秘めておく分にはまあまだわかるんですけど、それをね SNS で全世界に公表しちゃうのは、それはモテねえなと思いましたね。なんかちょっと見てて情けなかったです。おっと失礼しました。とまあこんな感じなんですけど、ちなみにじゃあ実際体重はベンチプレスの挙上重量に関係するのかという議論に対して僕の意見を言っておくと、体重は関係すると思います。ネット上の意見では関係しないという方もいるんですけど、僕は関係すると思います。まあボディビルコンテストを出てる、まあ、人間なら自分の体重が軽い時期と重い時期で大体のトレーニングの使用重量変わってきますよね。もちろん減量幅にもよるし、まあ、どういう風に絞っていったかにもよるんですけど、まあ、僕みたいに15キロぐらい減量幅があって、なるべく食べながら元気に体重を落としていっても、どうしてもプレス系の重量ってのは落ちてきます。僕の場合基本ケツ上げベンチなんですが、体重が105キロある時140キロで10発できていたのが、体重92キロぐらいまで絞ると130キロ10発とかに落ちます。筋肉量が減っているとか、筋肉が落ちてるな、トレーニングの時元気がないなとかいう感じは全くしてないんですよ。常に4000キロカロリー前後は食べながらダイエットをしてるんで、よくあるような減量末期でがっくしみたいないうのは全くなくって、一年中元気なんですけど、重量は落ちていきますね。どうしても可動域が増えるっていうのが大きな要因だと思うんですよ。スクワットだとイメージしやすいかもしれません。このようにしゃがんだ時にお腹の脂肪で可動域を埋めていたのが、減量するとその脂肪がなくなって可動域が増える、たくさんしゃがまなきゃいけないという状況が必ず出てきて、で可動域が増えて扱える重量っていうのはめっちゃ落ちます。スクワットだと。それがベンチプレスでも、起きていると思います。まあというね個人の意見でした。皆さんはどう思いますか？減量幅5キロとか常に絞れているような人は重量が極端に落ちるっていうことはないと思うんですけど、僕みたいにたくさん落とす人は重量落ちる人が大半じゃないかな。ベンチプレス、ダンベルショルダープレス、スクワット、オス系のね種目は特にそう感じます。ってことで、ただでさえ筋トレ界隈狭いんだから、みんな仲良くやりましょうよ。人を下げないで平和に各々筋トレを楽しみ、各々頑張っていればいいんですよ。じゃあジム行く？